秘宝、歴史的弱さのホワイトソックス、ついに完全解体。ホワイトソックスは8日、日本時間9日、ペドロ・グリフォル監督を解任したと発表した。今季はリーグワーストタイ記録となる21連敗を喫するなど、28勝89敗の借金61に低迷していた。グリフォル監督は2023年からホワイトソックスの監督を務め、通算成績は89勝190敗だった。クリス・ゲッツ GM は、我々全員が認識しているように、今季のチーム成績は多くの面で失望させられるものだったと言及。一方で、現場での苦しい戦いや成功の欠如に関わらず、ペドロの努力とプロ意識に感謝していると綴った。ホワイトソックスは今季2度のシーズン連敗記録を更新するなど開幕から低迷、7月から8月かけてア・リーグ史上ワーストタイ記録となる21連敗を喫した。一部ではグリフォル監督はオールスター後、選手に対して球界最悪のチームかもしれない、もし最低勝率で最低のチームになればお前らはその一員として覚えられる、お前たち選手が球界最低のチームにした責任を負うんだと発言したとも、選手との軋轢が生まれていたとも報じられていた。さすがのホワイトソックスも監督解任か。これだけ負けてたら仕方ないね。電撃ではなく遅いくらいの解任では、西武に比べて随分遅かったな。3年前は地区優勝、2年前は地区に、昨年も開幕前は優勝争いの候補に入っていたぐらいなのに、ここまでだと監督でどうこうなるレベルじゃないと思うけどな。補強ももうできないこのタイミングで任される後任が不憫。それにしても監督のあの発言はひどかった。監督と選手たちと溝があったから解任して正解。選手も負けた後のロッカールームでの態度だったり、練習中も明らかに態度が悪かったらしい。監督の余計な一言で選手のやる気がそがれていたんだろうな。負けを選手だけのせいにしてる監督はいない方がいい。あの発言は選手のモチベーションを上げるためとか言っていたが、誰が上がるんや。どうせならもうちょっと記録伸ばして伝説作ってほしかったな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。